よろしくお願いします。お願いします。本日は元ロッテオリオンズ現目黒ピータース監督の田村さんにインタビューをさせていただきます。田村さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。まず初めに田村さんの旧歴を教えていただけますでしょうか。はい、小学生の時は、今みたいにあのチームがまだクラブチームとかそういうのなかったもので、地元 の、 あの大人のチームで、はい、入ってやらさせていただいたっていうのを覚えてます。はい、その後中学生では、中学はあの、はい、早稲田実業の、はい、中学の野球部に入りまして、はい、まあ、それは当日の場合は軟式しかなかったので、はい、軟式の野球部で3年間内野手としてやってました。はい、はい、ありがとうございます。その後あの早稲田実業の高校の方に進まれたんですが、はい、その時はいかがでしたでしょうか。高校も3年間しっかり、はい、もうきつい思いしてやりました。はい、あの、まあ、でも自分の記憶の中では中学の野球の方がきつかったような記憶はあります。はい、あの中学、あの高校はやっぱり内野手をやってました。はいはい、ありがとうございます。内野はちなみに どちらのポジション。セカンドショートですね。はい、はい、ありがとうございます。その後中央大学に進学されて野球を続けられたと思いますが、はいはいはい、その時はいかがでしたでしょうか。やっぱりあの内野でやってましたよ。はい、あのピッチャーもあのピッチャーはバッティングピッチャーみたいなことをやってたもんで、はい、肩がかなり強くなりまして、はい、はい、ありがとうございます。その後ですね、ロッテオリオンズに入団されたと思うんですが、はいはい、その時のお話をお聞かせください。これはねテスト入団なんですけど、はい、ちょうど11月ですかね。はい、やっぱりこう野球、草野球でちょっと呼ばれててやる予定があったんですけど雨で中止になったんです。はい、したら新聞見たらロッテのテストがあるということでただ投手のピッチャーのテストだって言うんですけど、はい、まあちょっと冷やかしに行ってみようかというか、それで受けたらなんか受かってしまいまして、それからもうずっと野球の道で続いてます。はい、はい、ありがとうございます。今までの旧歴の中でですね、まあ、先ほどあの中学校の頃の練習が厳しかったということだったんですけど、はい、何か印象に残っているような練習方法とかですね、効率的な、まあ、トレーニング方法があれば教えてください。中学、今 の、 あの自分がやってた中学の時は水は飲んじゃいけない、はい、どこへ行くんでもダッシュで行かなきゃいけないとか、はい、もうそういう厳しい結構話が多いんですけど、はい、今はもう水は逆に積極的に取りなさい、はい、だから練習もうちの場合はですけど、今ちょっと教育現場であれになってるアクティブラーニング、はい、それを野球の練習方法にも今取り入れてまして、はい、グループごとに特に自主練習させるときにはグループごとに選手を上級生下級生混ぜて、はい、それで上級生今の子たちって結構野球の知識豊富なんで、はい、上級生が下級生にいて自分もその教えられたことを思い出すということもあるので、はい、それをやってそれでちょっと違う方向に行ってた場合には僕なんかが注意をするとか、はい、アドバイスするという形で練習は今進めてます。はい、はい、それがやっぱりこれからの子どもたちには合うんじゃないかなと思います。はい、あ、はい、ありがとうございます。結構最新の技術も取り入れてこう指導されていると思うんですけど、はい、何かこうお子さんたちにですね指導される際にその指導方針とか哲学的なものがあればぜひ教えてください。哲学的なものというか、はい、やるのは君たちなんだから、はい、上手になりたければやりなさい、はい、やらなければ上手にならないよ、はい、あと勉強はしっかりやりましょうということですね。はい、はい、ありがとうございます。最後にですね、まあ、これから、高校、大学、まあ、プロとですね上のレベルを目指していくお子さんたちも多くいらっしゃると思うんですけど、何か一言野球を続けていく、まあ、上達するメッセージとしてですね、はい、何かあれば一言お願いいたします。自分の長所を伸ばすそういう練習方法をして、はい、それを伸ばしてから足らない部分を補っていくという形が一番いいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ではインタビューは以上となりますので、田村さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。